自民党杉田美代批判判で裁判に。自民党の杉田水脈議員が、可批費がいわゆる慰安婦問題などの反日活動に使われていると批判した件で裁判を起こされていたことが明らかになりました杉田議員に対して1100万円の損害賠償と謝罪文の掲載などが要求されてるんですけども、 こちら、可見費について、よっぽどですね、都合が悪いことがあるようです。現在、可見費の問題は話題として落ち着いてきたところでしたが、今回の裁判によって、さらに炎上することになるでしょう。杉田議員には、この可見費の問題、裁判で真実を明らかにしていただき、また、可見費が、 反日活動に使われないように、しっかりと法規制などを行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。